お、なんかやつじゃん、新しいやつだ。お尻をつけた、もじもじしてる。え、ちょっとこれ見てこれ。え、タイトルのなんかオープニング画面変わってんだけど。え、隣の砂漠になってんじゃん。細かいな。大人も子供もお姉様、ごきげんよう。ゴールだ。はい、ということで、世界を救う一日がスタートいたしましたということですね。どっちだ、雪見ルートどっちだこれ。こっちかな。あ、そうだよ、キチーがどんな働きしてくれるか。キチーが猫じゃん、またな。耳でげえなー、相変わらず。お、敵できた。ちょっとキチーのね、戦闘力を見たいよ、俺は。猫どんな感じで攻撃するんだろうね。あれだか、強いよな、このバグクラッシュ、技。で、キチーは？あ、来た来た来た。あはははは。普通だなー、なんとも言えねえなー。あ、なんだこれ。ハローキチーの部屋に行きたいな。ハローキチーの部屋、馬小屋だから。しょうがねえ。じゃあ、エソちゃんと帰るか。なんだ？あ、こいつ、キチーにプレゼントしたかったんだ。こいつもしかして三輪車のファンだな。何持ってきたの？買った。クールだなぁ。余ったから。あ、こいつ、ツンデレだぞ、これ。ルララはハローキチーにプレゼントをあげた。かっこいいな、ちょっとな。ありがとう。プレゼントもらい慣れてんだろうな、キチーは。あ、ちょっと待って、サンリオっぽいなぁ。サンリオっぽいよ。サンリンっぽくはないからね。っぽいなぁ。ほら、これ絶対喜ぶでしょ。すんごく嬉しい。眉毛しょ、出てんぞ。あ、雪見と来た。あ、なんだ、こんなオアシス食ってるわ。ケバブそれ。マクマク、これは、泣きなさいと偽のキャラバンが、お口の中を大丈夫。アフリン中の肉汁は混ぜ、砂漠のオアシス。おや、おい、キチーとコラボすんなよ。キチーと似てんな。私は美食家雪見、最高の料理に感動しています。この感動をぜひあなたにも。おい、ドネルケバブ、おい、モーゼスケバブじゃねえかよ。そろそろ4人目の仲間も来んのかな。ねえ、誰が来んだろう。あ、なんだ、ん？出た、雑なラッキー。いやいやいや、私はどこでもポストマン、イゾス様にお届け物です。なんだろう、何が届いたの。手紙ってこれ初めてだな。手紙を受け取った。仕方お渡ししましたよ。もう帰れよ。顔どうなってんだあれ。おい、物産からじゃねえかよ。ベアちゃまちゃんは今日も元気です。どうでもいいよ。大変だね。お、なんかやつじゃん、新しい技。お尻をつけた、もじもじしてる。キチ、お前かーって、どこ見てんの。し、後ろから刺されただろ。アホなのかな。ちょ、待て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 、エソちゃんさ、キチのケツ刺しすぎなのよ。どんだけ恨み溜まってんの。あ、なにこれ、新しい技。爪を研ぐ。あ、めちゃくちゃ研いでんじゃん、爪。いや、そんな砂で研いでも意味ねえだろ。研ぎながら見んなよ、ルララを。え、爪研いで、あ、来た、カリカリ。あ、爪がすると輝く。あ、強い。じゃあ待て待て、毎回キチの尻しかつかねえんだよ、エソちゃん。なんで、え、恨みでしょ、それ。単純な。個人的な恨み、そこで晴らしてんでしょ。お、来た。ついに、この宝箱ちょっと気になったんだよね。開けてみるか。何が出るかな、誰かの武器。来い。おお、ブチ猫。いや、ブチ猫が入っていたっていうワードはさ、なんかちょっと、本物の猫を想起させるからやめろ。キチがブチ猫になっちゃったよ。あ、赤にできんじゃん。赤にしようかな。いや、かっこいいな。いや、ちょっと宿屋着いたから、このドネルケバブ、これ食わせてみるか。絶対うまいっしょ。じゃあ、エトちゃん、まず食べてみて。どう？え？嘘？え？これがあんまし美味しくないってことあんだ。エトちゃん、嫌いなんだ。ケバブめっちゃうまいのに。じゃあ、フランソーは？あ、まあまあまあ、普通だな。うん、結構上がるな、でもな。じゃあ、キチー、まあ、雑食だから。いや、こいつな、グルメなんだよな。うおお今度から、ケバブ消費担当、キチー。そういえば、結構デート券余ってんだけど、ちょっと待って、これ何これ、馬とデートだって。ちょっと待って、馬とデート行ってみるか。えぇ、あ、すげえ、キザのハマるとデートだーって。キザハマると、まあなー、キザだからなー。あ、でも、可愛い、これ、なんかね。あ、なにこれ、あ、釣りだ。こんな感じなんだ。グラフィック結構リアルだな。ニンテンドは水の表現うまいよな。あ、エトちゃん寝ちゃった。寝ちゃってた。ありがとうね。
あ、なんかめちゃくちゃいいじゃん。平和だな。なんか釣れんのかな。あ、エゾちゃんもう寝てんじゃん。エゾちゃんもう眠いんじゃん、エゾちゃん。のどかだなーこれ。そんな上がんなかった。じゃあキチーとフランスは図書館行かせてみるか。キチー図書館に合わねえなー。砂漠、こんな砂漠に図書館あんの。お、着いた。あ、かっこいいこれ。アレキサンドリアの図書館みたいね。キチーも読みたい、一緒に読ませて。あー、これはダメだぞ。うわひどい。なんで上がんだよ。超冷めてんじゃん。これデートじゃねえだろこれ。よし、ようやくね、ペンタンとか行けるようになった。お、待って、街あんじゃん。え、ピラミッドとかもあるよ。今回ピラミッドがダンジョンってことか。行くか、じゃあこう。あ、なんか始まった。あ、ペンタいいんじゃん、一人で。はぁ、福子姫。もしもし。あ、なんだん、なんだ、あ、なにこれ。え、あ、これ、タンロシが探したやつじゃん。私は砂漠を守る精霊。悪い魔法使いに閉じ込められました。どうかここから出してください。何でも願いを叶えます。うわ、ちょっとこれ悪に染まりそうだな。さあ、このランプをこすってください。え、その調子です。もっと強く。じゃあ、いやこすって出すのやめろ。あ、これだ。ランプの魔人、隣の砂漠で暴れる乱暴者、大賢者のお仕置きでランプに封印された。あ、やべえやつじゃんこいつ。ボン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 。ちゃこいつか、こいつか。前回体験版で大魔王だったから、ちょっとこの2章はちょっと体験版のとこが入ってきてんな。それが封印されるよ。やっほー、出られたぞ。あの、願いは。バーカ、嘘だよ嘘。さて、また街で暴れてやるか。じゃあな、やっほー。おい、とんでもねえやつ復活させたな、お前。アイソちゃん来た。お前は、俺は何もしてないぞ。こいつはくれてやる。あ、魔法ランプ。これでまた封印すんのかな、野原ひろしを。うわー、来た。隣のの町、配役する人だ。ちょ、たけしがなー、これ絶対ランプの魔人かなんか変装したじゃない、これ。たけしがちょっと広しみを感じんだよな。っていうことでね、まあ、ついにちょっと隣のの町に着いたんだけど、これ今回多いから、この配役誰にするかちょっとみんなで選んでほしい。この名前がね、これちゃんとあるでしょ。オードリー、ジョーチョ、クーサ、ウサン、タケシ、オイール、ウォッタ、モチルダ。まあこいつらのやつで、オードリーはこの住民がいいとか、ジョーチョはこの住民がいいとか、そんなことをちょっとコメントでねいただければ、それを見てちょっと決めさせていただきたいなと思います。ぜひともね、ちょっとみんなの力を貸してください。今日も動画を見てくれてマジでありがとう。みんなのおかげでね、幸せな一日を過ごせました。今後もね、面白い動画バンバン作っていくんで、ぜひともね、チャンネル登録、高評価、そしてね、過去の動画も見てください。ということで、コアラでした。